時間か。カップ麺にするか。あれ？みちこちゃん。まあ、覗くだけ覗くか。はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。今日もみんなをこの声で癒します、イケボ女子高生 VTuber の甘井いちこです。よろしくお願いします。はい、あ、ちゃんこさんコメントありがとう。生きてました。ごめんなさい、ちょっと最近ね、ちょっとこのバーチャルの世界の方でいろいろね、ちょっとこうバタバタしてたんでね、ちょっとなかなか連絡とかをね、ちょっとできなかったんで本当にごめんなさい。今日からしっかりとまた配信の方を始めていきたいと思います。本当ごめんなさい、生きていました。ちゃんこさんありがとう。心配してた人の気持ちとかわかんないのかな。はい、というわけで、コメントもね、どしどし、募集しております。というわけで、そんな生きてたいっちゃんが今日やるゲームがこちら、トゥルーワールド真実の瞳。はい、これ今すごい話題のゲームらしくてね、内容としてはその恋人を追いかけていくうちに、その電車のね、出口、上り下りしないといけないんだけど、その出口を異変が襲ってくるの。その異変を見つけないとゼロ番に戻されちゃう、そういうゲームだですって。はい、あ、ちゃんこさん電車大好きなんだ。あ、そうなんだ。いちこね、電車はね、あんまりわかんないな。うん、普段の通学も自転車だからね。コメント待ってます。はい、というわけで、それでは今日もスタート。ムービーが、あ、なるほどね。はいはい。で、あ、もういきなりこれ出口探せばいいのかな。異変って何なんだろうね。ネタバレだけはやめてね。コメントは書いてね。異変を探すんだろうと思って説明してほしいんだよな。待ってます。これは普通に行っちゃっていいのかな。あ、これ普通に違う。あ、ちゃんこさんコメントありがとうございます。最近どうしてなのとね、最近はね、いろいろとバーチャルの世界でも大忙しなんだけど、バーチャルの世界でもやっぱテストとかってあるのね。いちこ高校生だから。で、うちの高校はそういう逃げ方するのか。進級のテストとかもあるから。いや、そこじゃなくて他にもやってたことあるでしょう。そんな感じかな。まあ、バーチャルの世界はね、いろいろだから、みんなのリアルの世界ではみんなどんなことしてたのかな、いちこのいない間。いや、こっちに投げかけるんじゃなくて、その、いちこちゃんに聞いてたんだから、ちゃんといちこちゃんに聞いてたんだけど。まあでも本当にね、全然体調とか大丈夫だし、あれかな、本当に普通にいろいろバタバタしちゃって忙しかったみたいな感じだったかな。これポスター動くの？うわー、ゼロ番だ。しんどー。しんどいよこれ。この些細なさ、あれでわかんないよこれ。あ、ちゃんこさんコメントありがとう。クリスマス配信するかと思ったら寂しかったぞ、わら。ごめんね、クリスマスね、本当にごめん。本当はさ、そのツイートとかする予定だったんだけど、ちょっとあの女友達とそのままなんかな、遊ぶ感じだったから、ちょっとごめん、みんなには後で謝ろうって思ってたんだけど、そしたらちょっとこのバーチャル学園の方がバタバタしてたからね、ごめん。なかなかクリスマスはね、本当にごめんなさいでした。今年はね、なんとかみんなとね、クリスマス祝いたい。本当ごめんね。ありがとう。あ、レオンさん、お久しぶり、コメントありがとう。本当に配信者としてどうかと思う。君には説明責任があるんだよ。そうだね。ありがとう。まあね、本当にごめん。いちこの配信者として、そのなんか、
みんなに言わないといけなかったよね、ちゃんとね。クリスマスはクリスマスでみんなと過ごすって約束したからね。お友達とやるってちゃんと言えばよかった。ほんとごめんね。こういうことないようにします。コメントありがとう、レオンさん。嘘ついてないよ、嘘ばなんてついてないよ。本当に女の子と遊んでたんだよ。え、本当だってば。だってそしたらさ、彼氏とかいたら、嘘だ、みんなに報告するのはまずみんなに報告するって。そんな疑わないでよ、本当に女の子の友達だよ。でも本当にごめん、今年はね、証拠がないよね。証拠が、約束なら証拠を出すよね。絶対的な、そうですよっていう自信があるんだったら証拠を出す。ネタバレだけやめてね。コメントどんどんしてね。コメントありがとう。いや、信じられないな。あ、ちょっと信じられないな、それは。証拠がないから。こんにちは、ポンタヌキ0073、いちこは俺の嫁、ありがとうございます。イケボ女子高生 VTuber の甘いいちこです。あなたの嫁として頑張ります。初見さんいらっしゃい。あ、ドラボンネズミさん連投やめてね。ネタバレは絶対やめて。そうね、やっぱりそのたくさんのリスナーの人方々が待ってるから、やっぱり俺もね、そこら辺ちゃんとしないといけないんだなって思いました。うん、私もね、そういうのちゃんとしないと。あ、コメントありがとう、レオンさん。ちょっとレオンさん本当にごめんね。嘘はついてないし、本当に嘘ついてないんだよ。クリスマスはでもそうやってクリスマス、だから嘘ついてないんだったら明確な証拠が欲しいんだよ。ちゃったんだもんね。本当にごめん、本当にそのごめんなさい。いや、裏切りでしょ。いや、だから謝、いや、謝罪が欲しいわけじゃないんだよ。楽しく配信活動していきたいから。いや、楽しく見たいから、こっちも。こっちも楽しく見たいから。レオンさんにもね、いつも本当に活動初期から支えてもらってるから。あ、もちろんね、ちゃんこさんとか、ドラゴンネズミさんとかね。うん、あと他のさ、いっぱいのね。あ、だから最初から見てる人に、ちゃんと説明してほしいな。あ、またゼロ番だ。あ、コメントありがとう、レオンさん。まあ俺にはもう関係ないから、もう見ないので、これからも不毛な配信頑張ってください。ごめんなさい、これからも。ちょっとね、レオンさんはもう推し活離れるっていうことで、もうそれはね、いちこも止めることはできないからね。やっぱその一回無理ってなっちゃったのを、こういちこももうそうやってつなぎ止めるのもね、あれだから、またその 見れるようになったり、たまにはね、どんなことしてるのかなって思い出したら、いちこの配信覗きに来てください。ね、ごめんなさい。よいよよいよいよ、いちこ、これからも配信頑張ります。よいよいよ、こと言わせちゃってごめんなさい。よよ、あっ、これ異変、これ異変かな、異変だ、異変じゃないのかも。あ、コメントありがとう。はい、レオンさんコメントありがとう。さようなら、仮想配信者さん。さようなら、レオンさん。またね、じゃあ、いちこが大手配信者とかビッグになった時にちらっとね。いや、違うだろ、違うだろ、思い出してください。本当にごめん、裏切っちゃってごめんなさい。はあ、でもいちこはこれからも配信頑張ります。よいよい、また見れるようになったら応援してくれたら嬉しいです。ありがとうございました、今まで。いや、嬉しい。ののちゃんこさん、ちゃんこさん目目だよ。いや、昔から応援してるんだ。開かないね。でも推し活ってやっぱそういうのね、こうグーってなっちゃった時にはね、いやいやいや、一旦離れるのも大事だからね。まあ、いちこもね、いちこで頑張って。あー、これもうすぐあと7番だよ、これ7番。そうこう言ってるうちに7番でーす。さあ、これを乗り越えたら8。え、これ異変、
ゼロに戻ってる。何が異変だったの今の。マジでわかんない。ネタバレはやめてね。連投コメントやめてください。連投やめてバンしますよ。これどうなってんの。ネタバレやめてね。あ、コメントありがとうございます。レオンさん、あなたは人の気持ちがわからないかわいそうな人なんですね。あ、 V だからしょうじゃないか。ごめんなさい、 V だから人じゃないか。そうやってると一人になりますよ。いや本当そうだよ、一人になるよ。一人一人のファンを大切できないと。チコも、もうその悪いと思ってるんだけど、ちょっとそれ以上やるとチコももうレモンさんのことこれブロックすることになっちゃうから、レモンさんのことをブロックしたくないから、もうこういうコメントはやめてください。ね、本当にその裏切ってしまったって と思ってる一子も。いやブロック、でもそのみんなで楽しい配信したいから、うん、ちょっとコメントそういうのが続くんだったら一人としたくないけどね、一子もね。コメントありがとうございます。レオンさん、さようなら、さようなら。あー、これえい、あ、異変、異変、これ異変でしょ、これ異変だった。さすがにね、やっぱりそれそうだよ。だって広告の女の人がさ、ハゲたおっさんになってたら気づくよ。よし、でこのまま、え、これ異変だよね。え、異変かな、これみんなどう思う。連投やめてください。連投やめてね。ちゃんこさんもわかんないか。あ、コメントありがとう。レオンさん、消火器調べて。ネタバレやめてください。おいおいおし、ネタバレはコメントです。それはいや盛り上がるかなと思って教えてあげたの。ゲームやれなくなっちゃうから、こういうゲームはそういうのが一番楽しいからさ、そういうコメントはやめようね。じゃあ消火器は調べません。はい、ゼロです。よし、もう一回こっから頑張るぞ。え、これどうなの。え、泥棒ネズミさん、いや W 草生やすなよ。コメントありがとう。レオンさん、ネタバレじゃないってアドバイスなんだけど、そうですか、わかりませんか、さようなら。はい、さようなら。次で本当にブロックします。泥棒ネズミさん、ありがとうね。泥棒ネズミさん、コメント流してくれて。あ、これ異変、来た、これ来てるから異変じゃん。はい、異変だった。ありがとうね、みんな大丈夫だよ。ちゃんこさんもありがとう。ドラゴンネズミさん、ありがとうね。あ、初見さん、いらっしゃい。これはイケボ女子高生の甘いイチコが送るゲーム配信です。ネタバレだけやめてね、ゆっくりしてってね。さあ、ここでこれチョップばっかりするおじさんは、これはでも最初もチョップしてなかった？異変これ。これは異変じゃないか。いや、異変だよ、異変だよこれ。いきまーす。あ、ほら異変だった。よねって言って、なんかこっちが責められてる。ちょっと。これちゃんこさん？それわしじゃって。ちょっと面白いな、ちゃんこさんはコメント。いや、ドラゴンネズミさんも違うでしょ。連投やめて、ドロボネズミさん。嵐なんだから。さあ。いちこちゃんの食べ物。消火器か。またこれ消火器だ。多分。謎、さっきももらっちゃったもんね。はい。じゃあ消火器調べます。はい、消火器でした。魔法カード発動。強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い。チャンネル登録をさせる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22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 ,